皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、田沼意次と松平定信についてお話しします。この田沼意次という人は9代目の将軍の家重と10代目の将軍家治、この人たちに重く用いられました。この田沼意次、もともとは家重の小将だったんですね。小将というのは将軍のそばにいて雑用をする人です。そういう人だったんですけれど、この小将から蕎麦用人になって、さらに1772年老中に任命されて権力の実権を握りました。この意次、年貢の収入にはもう限界があると、こう考えて、商人の経済力を利用して幕府の財政、ね、収入を得ようと、こう考えました。世の中が貨幣経済になっているのに、まだ米に頼るのはもう時代遅れだと、このように思っていたんですね。この年貢の収入が一番大きかった時というのは吉宗の享保の改革の頃です。その後はずっと横ばい、それを見てもう年貢は限界だなと、こう思ったんですね。そして商人たちに株仲間を作ることを認めました。株仲間というのは同業者の組合です、ね、これを作って、商品の仕入れ販売独占、ね、これを許す代わりに税金、これを納めなさいと、こうしたんですね。この商品の値段、これは商人が決めますよね。つまり株仲間の人たちが決めるわけですよね。ですから利益を得たかったら高くなります。このため物の値段は上がりました。ですから当時の農民町人の暮らしは苦しくなっていきました。そして江戸は金貨、上方は銀貨を使っていました。でこの交換の割合というのは毎日この率が変わっちゃうんですね。これって不便なので貨幣の統一をして新しい貨幣を作ります。それは南梁二種銀という貨幣で、これで1両の8分の1、この割合で両替をさせるようにしています。で長崎貿易、これを活発に行いました。全国の銅山、これを幕府の管理下において輸出用の銅、これを確保しました。で干しアワビ、いりこ、フカヒレなどの海産物、これを輸出して日本は金とか銀を輸入するという、こういう形をとっています。で貿易とは関係ないんですけれど、意次は蝦夷地の調査なんかもさせています。で国の経済、これは活発になったんですけれど、商人たちは自分が特権を得るために幕府の役人に賄賂を送るようになっていきました。これは良くないことですよね。こんな風になっていった世の中で、1783年に浅間山が噴火、天明の大飢饉があって全国で百姓一揆、打ち壊しが頻繁に起こるようになりました。このためこの百姓一揆打ち壊しの責任を取らされて、意次は老中を辞めさせられています。で老中を辞めた後、屋敷とか領地を没収されて亡くなったんですね。ここには出てこなかったんですけど、この人、ね、江戸地を調査させて江戸地を開拓すると、さらにロシアと貿易をしようと、こんな計画も立てていました。しかし老中を辞めさせられて、この計画は中止になってしまっています。その次に老中になったのが松平定信です。松平定信、老中になって寛政の改革という改革を行っています。この人実は8代将軍吉宗の孫にあたる人で、吉宗のことをとても尊敬していました。ですから自分がやる政治は吉宗がやった政治、これを理想としていたんですね。吉宗といえば質素倹約の政治ですから、定信も質素倹約の政治をやろうとしたんです。まず湯島の聖堂に
昌平坂学問所、これを作って朱子学を学ばせて人材の育成をしました。朱子学だけしか学ばせなかったんですけれどね。そして江戸に出稼ぎに来ていた農民、これを村に返させました。農民が江戸に出てきているということは田んぼを耕していないと、作物は取れるのが少なくなっちゃう、年貢が減っちゃう、だから農民を村に返したと、こういうことです。凶作や飢饉に備えて米を、蓄える囲い米の制という命令も出しています。中学校のテストではこの官制の改革の内容のところでこの凶作や飢饉に備えて米を蓄えさせた、こういう形がちょっと出やすい、これも覚えておいてください。で、世の中を面白く描いた書物の出版とか芝居の上演、これは禁止しました。とにかく質素倹約ですから、こんなものはダメだよと言ったわけです。さらに細かいことで女性の髪結い、これも禁止しています。女性は髪は自分で結いなさいと、髪結いに行っちゃいけませんよと、今だったら女性に病院に行っちゃいけませんよと言ってるんですね。こんなことまで細かく言っております。こんな厳しい統制倹約、これにやっぱり武士の中でも反感を持つ人が出てきて、この反感を買って1793年に老中を辞めさせられています。今回は田沼意次と松平定信についてお話しました。この赤丸がついている部分はテストに出やすい部分なので皆さん覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。